スタートしました。まずは届きました。まず芝からダートに足元が移って先行争い。大外16番フィノグレイト、じわっと出ていきますが、内から1番レイゼンストリート、内外離れて2頭並んでいます。あとは1馬身後方広がって6番リード、内は4番マテラカミング、左右2番飛龍香水、あとは12番渋谷クロッシングが一気に上がって前に並んでいきます。その後ろ14番バンダライです。前は今度は12番渋谷クロッシング先頭に変わって1コーナーのカーブ、中段前にいるのが7番ブルベアクレーマ、内は4番マテラカミングです。1コーナーを回っていきました。1コーナーから2コーナー先手を奪ったのは12番渋谷クロッシング、逃げます。リードは1馬身半、第2コーナーです。2番手に1番レイゼンストリートがつけました。2コーナーを回って向こう正面へ。3番手は外、16番フリノグレイト、内は2番飛龍香水、4番手前から5頭目押している6番リードです。1馬身後方14番バンダレイ、そして後方にいた15番シャンパンクーテが上がって先端に取り付きます。中段前に内3番の名称望月、向こう正面中ほど1馬身後方に13番名村進撃、内は10番メロックが行っています。中段やや交代気味は7番ブルベアクレーマ、800を切りました。その後ろですが体半分差、11番バリオブキングズ、内は8番プカナラ、3、4コーナー中段、あとは2馬身後方9番レイジングブレイズ、直後に5番オーロペスタ、最後方1頭ポツンと遅れて4番マテラカミングの展開です。3コーナーから4コーナー前は12番渋谷クロッシング先頭ですが、追っていくのは15番シャンパンクーテ、この2頭の間1番レイゼンストリート、前3頭広がって第4コーナーをターン直線に向かいました。今度は直線に入って入れ替わって1番レイゼンストリートわずかに先頭、追って15番シャンパン